その作曲のセンスが俺多分畑さん何よりもすごいなと思って全然ない全然ないそんなえなんで全然 なんで顔するんですかあれ俺だって歯食いしばったぜ今リュウタ君の行き過ぎコードってあるでしょブラックアダーコードねはいこれですねそう、はい、それも大石さんとそういう話をしてて大石さんと畑さんで対談があったんですよあ大石さんと畑さんが俺の話するってとんでもねえよそうあれをブラックアダーコードって言ったらちょっとまあ、はい言い換えたらちょっと複雑な、はい、まあ前提条件があったり、はい、なんか条件付きのなんかこう、はい、ドミナントモーションみたいなものがあるじゃないですか、はい、でそういうのを行き過ぎコードって名前をつけて広く、はい、まあ広くかどうかわかんないけどミュージシャン周りに認知されたっていうのは一個発明じゃないですか、はい、はい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 なんかあの星座の名前をつけたみたいな星座の名前まあブラックアダーコードまあ確かにちょっとブラックアダーコードってアーダーコードっていうのはもう僕も正直その名前を全然知らなくてそもそもそのコードって僕わかんないんですよらしいねそう言ってたねそのピアノだからその F とかないんですよ、うん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 、そういうなんかコードの名称がえ頭の中ではどうなってんのなんかこう和声が積み上がってるのだけがなんか絵とかおなんかこうそういうのに要はイメージされてるって感じなんだろうな和音って言っても例えばドミソ、うんうんドミソとミソドってまあ、うんうん、響きは大体一緒じゃないですか、うんうん、だからその3つの音がの高さ低さはよく分かんないけどこの感じで鳴ってるのはこの3つの音かなみたいなのが、まあ、漠然と分かるみたいなはいはいはいまあだから度数が見えるって感じだそう距離感というか多分距離感だから僕もともと相対音感みたいなところもあって、はいはいはい、でそれでそのあでやっぱりコードにも割と法則があるじゃないですか、うん、これ来た後だいたいこれ来るだろうみたいな、うん、そういうのをだいたいなんか予想しながら当てはめつつやっていくみたいな感じかもしれないですね、うんうんうん、でもやっぱ、はい、俺もそこまであこれ分かるぞっつってパーって弾けるほど、はいはい、自分は楽器とか、はい、そこまで扱いきれてないからやっぱすげえわって思ういやいやいやなんだろうななんか本当に原曲と一緒にこう合わせてやってみて、うんうんうん、あこの音は聞き心地が大丈夫だなみたいな違和感がなかったらセーフみたいなそういう合わせ方もしてるかもしれないですね、うん、だから本当に結構そんなコピーしてるっていうのは完コピとか全然なくてなんかもう雰囲気合ってれば、うん、もう曲として成立してればそれでいいかなみたいな、うん、だから人によって実はコードの解釈って違うから、はい、人によってはこれこれはこうだよねいや、はい、違くないなんかそれってあ、はい、そっか見方によっちゃそうなるけど、はい、僕は分数コードのこう展開した形に見えてたよみたいな話も結構ミュージシャン同士であってコード名だけじゃなくてやっぱ音で見えてるってことなんだなっていう、はい、そうですね僕コード名は逆に一切見えないですねなんかみんなここはなんだらかんだなんかオーギュメントモニャララみたいなこと言われて何言ってんのこいつみたいなコメント欄でたまに指摘されるんですけど何言ってるか分かんないですよね何がオーギュメントだみたいなでもそっまあ見てる人にはね音楽詳しい人もいるだろうから、はい、そういうのも指摘されるよね結構ねうん俺も言われるそうたまになんかコメント欄にもうなんかプロのアーティストいるんじゃねえかってぐらい、うん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 、なんか的確なコメントかましてくる人とかもいて、うんうんうん、やっぱすごいなってやっぱいろんな怪物たちが多分潜んでるんだろうなと思ってでもやっぱ感覚でやってる方がなんか俺は楽しいというか逆に理論でできないからだけなんですけど、うん、やっぱその当たった時の気持ちよさがやっぱなんか本当にパズルを解けた時の感覚みたいな感じがすごいですよね気がするっていうか俺はその田中秀和さんっていうその作曲家の方の曲を初めて触れてまあその時は灼熱スイッチっていうなんかあの前も雑談で言ってたやつじゃなかったっけそうそうそうなんかなんだろうな雑談ではもうちょこちょこ触れてますブラックアダーコードから入るんですよそうそれが、うん俺もそれ聞いて調べたの。はいはいはい。こう変な曲って思って。そう。こうなんだろうな。これどんな。あれどこだっけな。こうか。みたいな感じ。みたいな感じでなんかこっから入るみたいな。うん。みたいな入るのが信じらんないよねそう信じらんこれ初めて聞いた時にどういやブラックアダーコードが当時何も知らなかったからどういう音の組み合わせでこの事件が起きてるんだみたいな、うんうんうん、
もうなんだろうな、銃で撃たれたのにどっから撃たれたか分かんないみたいな、うんうん、もう感じになっちゃって、なんでそこに行き着いたんだろうっていうのも、のも分かんないもんね。分かんないです。これ最初に見つけた人ほんとえげつい多分 ことになって、どんな変態がこんなことを思いついたんだろうなみたいな、うん、だからやっぱ普通の普通にやると面白くないみたいな、なんか遊び心があったんだろうな。そう、やっぱこうやってみたいな、このねコードの隙間、うんうん、そのなんだろうな、接着剤的な役割で使うことはすごい多いんだけど、そう普通そうだよね。そういうちょっと遊ばせるみたいな、うん、要はウォーキングベースの要領みたいな感じで、ちょっとそのね曲にそのなんか遊び心をつけるときに使うコードをど頭の主役に持ってくるっていうのはもう相当変態ですよ、これは。変態ですね、うん、っていうね、あれね、もう本当にすごかった。うん、やっぱでもちゃんとそういうところが効いてるんですね、はい、ゆうたくんもね。いや、やっぱ音楽をそのなんだろうな、音楽に対するそういう知識とかっていうのは全然ないんですけど、そのやっぱりその誰がやってるから聞くとかじゃなくて、うんうん、結構徘徊してなんか自分の心を揺さぶる音楽をひたすらなんかその探し求めているみたいな、うんうんうん、さすらいのさすらいの感じでやってますね。そっか、いやー、はい、いい回になりましたね。勝手にちょっと自己満足的な感じになっちゃったけど、いや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 、僕もそうですね、なんか本当はこの歌ってもらうだけではなく、こんなにねまさかこんな紅白歌手様に、いや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 、もうやめてほしい。俺は本当そういうの俺もう無理、紅白歌手様にこんななんかね、大変な時間を取らせてしまい、いやいやいや本当に、うん、ありがとうございました、うん、楽しかった。では、こういうことでね、まあ、第1回ゆうゆらじの、ゲストはなんと、あたぎさんに来ていただきました。これが、はい、第2回があるかどうか、まあ、はたまた、誰がゲストに来るのか、何も、決まっておりませんが、まあ、こういう感じでね、こういう対談的な動画を動画とか、いや、よかったんじゃない、結構内容面白かったけどな。いや、めっちゃおもろかったけどな。みんなどうでした？打ち切らないでしょどうですか？やってもいいでしょ。次じゃあ仮面舞踏会のあの人に来てもらおうか。気になるね、確かにそれは、はい、という感じでね、皆さん、それでは第2回ゆうらじが行われることを願って今日はこれぐらいで終わらせていただこうと思います。それではありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。